ジョン・ジョージ・ブラウンは、イギリス生まれのアメリカ合衆国の画家である。子供たちを描くのを得意とし、アメリカで人気のある画家になった。イングランドのダラムで破産した、法律家の息子に生まれた。14歳から、ガラス職人の見習いとして働いた。1849年から、ニューカッスル・アポンタインの美術学校の夜間コースで、学び1852年から、エディンバラのガラス工場に移り、 エディンバラの美術学校の夜間コースで学んだ。1853年にアメリカ合衆国に移住し、ニューヨークに住んだ。ニューヨークではナショナルアカデミー・オブ・デザインでトーマス・カミングスに学んだ。1855年頃、ブルックリンのガラス会社で働いていて、経営者に気に入られ後にその娘と結婚し、画家としての仕事に専念することができた。 1861年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの正会員に選ばれた。1866年にはアメリカ水彩画家協会の創立メンバーとなり1887年から1904年の間会長を務めた。1899年から1904年の間はナショナルアカデミー・オブ・デザインの副会長も務めた。子供を描いた明るい雰囲気の絵画を得意とした。 いくつかの作品は、石版画で複製され、茶製品の景品として配布され多くのロイヤリティをブラウンにもたらした。ありがとうございます。